2005年から国際シリーズとなり、スーパー GT として開催されている日本の GT レースは、2004年までは全日本 GT 選手権として開催されていた。当時からモータースポーツとしては日本で最大の観客動員数を誇っていたため、日本の自動車メーカーはかなりのエネルギーを注ぎ込んでチャンピオンを争っていた。トヨタスープラが参戦を開始したのは1994年から、1993年の開催初年度から3年連続でシリーズチャンピオンを獲得した日産スカイライン GT-R に挑戦状を叩きつける形だった。そして3年後の1997年、ついにスープラが GT-R を下してシリーズチャンピオンをもぎ取った。その記念すべきマシンがゼッケン36番をまとったカストロール・トムス・スープラだ。ドライバーはミハエル・クルムとペドロ・デラロサで、この年は第2戦からトムスの2代目マシンとして参戦。開幕戦を除く残り5戦を戦って、優勝2回2位と3位を1回ずつと強さを見せ、王座を勝ち取った。マシン自体は前年モデルから大きく構造を変更したわけではなく、ギアボックスが H パターンからヒューランド製の6速シーケンシャルに変わったことが最も目立つところ。それ以外ではレギュレーション上、車両の最低重量を下げることのできる2リットルに排気量を落としている。500馬力近くを発揮する 3SGT ユニットはほぼそのままで、ボディ剛性のアップやサスペンションのジオメトリー変更、空力パーツの改良など、レーシングマシンとしての熟成を進めた成城進化版だ。